B リーグ2017-18 シーズンシーホースに川本家相手のスリーポイントがたくさん入って、途中苦しかった場面もありましたけど、しっかりディフェンスやって、うちのオフェンスもしっかりできてたんで、今日は勝てたと思います。前半金丸選手一本もシュート外さず 100% という数字でしたけれども、今日はやはり調子がいいなっていう感じはありましたか？そうですね、最近途中から出ていくパターンが多いので、流れを変える意味でも、積極的にシュートを狙っていこうと思ってたんで、それは今日は入ったんで良かったです。金丸選手と KJ 選手が両ウイングにいて、そしてインサイドにオルトン選手、JR 選手、バッツ選手がいて、打ち放題ですよっていうことを言ってましたけども。そうですね、はい、打ち放題です。まさに現実のものになりましたね。はい、もう外しても取ってくれるんで、シューターとしては安心して打てます。入っていただきました、ありがとうございます。103点は取れてるんですけど、やっぱ93点取られてるというのは、いいゲームではないと思うんですけど、負けなかったことが良かったとは思います。はい、比江島選手から見てチームの状況はいかがですか？そうですね、チームの仲もいいですし、本当雰囲気もいいですし、コミュニケーションもしっかり取れてますし、本当あとディフェンスだけだとは思っているので、そこは改善してもっともっといいチームにしていきたいと思います。まだまだ連勝は伸ばせそうですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。ファンブースター皆さんに一言お願いいたします。本当にハードなスケジュールがまだまだあるので、本当に引き続き皆さんの力が応援が力になるので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。引き渡しとなります。